おめでとうございます。真の代表者の方は中央へお願いします。プレゼンターは原宿表参道元気祭り松井誠一実行委員長、お願いいたします。元気祭り大賞を受賞いたしました真には賞状と大賞旗とトロフィーが贈られます。真の皆様はステージ中央へお越しくださいませ。表彰状元気祭り大賞真殿旗チームは原宿表参道元気祭りスーパーよさこい2019において躍動感のある愛媛全体に多くの観客に全力を与えました。ここに元気祭り大賞を受賞するのを飾ります。令和元年8月25日原宿表参道元気祭り実行委員会委員長松井誠一、おめでとうございます。それでは元気祭り大賞受賞の真の代表者の方に一言をいただきたいと思います。中央へお越しください。ありがとうございます。9年前にこの原宿を地元としてチームを作って今年10年目を迎えました。本当にただただたくさんの方々に支えていただいて背中を押していただいて歩んできた道です。本当によさこいが大好きです。それだけでやってきました。3年前からは高知の祭りにも参加させていただくようになって、よさこいを育ててきてくださった地元の方々の思いとか温かい熱い気持ちにずっと触れさせていただいて、それになんとか自分たちも追いつけそして応えたいと日々一生懸命踊ってきてます。本当に素晴らしいよさこいを育ててくださった、コーチの方々、そしてそのよさこいを受け継ぎこの表参道でよさこいを発展させまた世界に発信をいただいている皆さん、本当にありがとうございます。私たちは踊ることしかできませんけれども、その気持ちにまた一つ、お応えしてみんなと一緒によさこい楽しんでいけるようにこれからも踊っていきたいと思います。東京の皆さん、そして高知の皆さん、本当にありがとうございます。そして今日たくさんのご支援いただいたお客様、そしてお祭りを作っていただいた皆様、本当に本当にありがとうございました。